日本国内でも代表的な人気観光名所、東京タワー。今回はその東京タワーでも特におすすめのトップデッキツアーに参加しました。高さ250メートルのトップデッキへ登ることができるトップデッキツアー。東京中を俯瞰する迫力のある景色を楽しむことができるだけでなく、ウェルカムドリンクやフォトサービスなどのサービスもついた大満足のアトラクションです。観光の定番、東京タワーに行ってきました。この動画では全国の旅先の歴史、伝統、文化、情報、知識を発信していきます。チャンネル登録、通知をオンにしてご覧ください。東京タワーは東京都港区芝公園にある総合電波塔で、日本電波塔とも呼ばれています。東京タワーへの経路は複数ありますが、今回は東京メトロの最寄り駅、日比谷線の神谷町駅から向かいたいと思います。駅を降りると一番出口付近に案内板が出ています。案内に従って構内を出ると駅前に標識が出ています。左手方向にまっすぐ進み、東京タワー通りに差し掛かると、左手にとても存在感のある東京タワーを見ることができます。とてもわかりやすいので迷うことはまずないでしょう。この動画でご紹介するイベントは全て来訪時のものになりますので、最新のイベント情報は東京タワーのホームページからチェックしてください。東京タワーの敷地に入ると緑のアーチがお出迎え。マスコットキャラクターであるノッポン兄弟や東京タワーをかたどったイルミネーションが浮かび上がります。アーチの奥には夏には嬉しい屋外ハイボールガーデン、頂点ハイボールが見えてきます。東京タワーのライトアップと会場に飾り付ける多数の提灯の明かりに囲まれながら、サントリーウイスキー公認の最高品質の頂点ハイボールをお楽しみいただけます。グルメメニューも頂点ハイボールと相性抜群の唐揚げやクリスピーポテトが入った頂点コンボや、マザー牧場自家製ベーコンとソーセージが楽しめるマザー牧場コンボ、思わずかぶりつきたくなるガブーマハムカツ、甘辛のソースがたまらない昔懐かしのソース焼きそば、さっぱりとした味わいで夏にぴったりな塩だれキャベツ、パリパリ食感のトルティーヤチップスなど充実のラインナップ。ライトアップされた東京タワーのもと、オープンエアの開放的な空間で贅沢なひとときをお楽しみいただけます。頂点ハイボールのさらに奥にはたこ焼きやホットドッグを売る移動販売車やクレープ屋さんなどがありました。カフェも併設されており、入り口に入る前からワクワクとしてしまいます。
まずは東京タワーのエリアからご紹介。東京タワー1階から3階までは無料で自由に出入りできます。このエリアをフットタウンと呼び、チケット売り場やゲームコーナー、飲食店にお土産コーナーなどが並んでいます。チケット売り場は1階正面入り口を入って右手に、左側にはレッドキッズという子ども向けのゲームコーナーがあります。事前にインターネットでチケットを予約していると見逃しがちですが、チケット売り場を抜けた先にも必ず足を運んでください。壁面のパネルを見ながら進んでいくと、奥にはウェルカムラウンジがあります。ここではジオラマ展示や写真撮影サービス、謎のボールの展示等があり、小さなスペースながらに見応えがあります。またチケットカウンター手前にある階段を下っていくと、地下には東京タワーホールも、ラブライブの物販コーナーがありました。正面入り口には時折ノッポン兄弟がやってきて一緒に写真撮影をしてくれます。とても可愛いので、出会えた方はぜひ写真を撮ってもらいましょう。誕生月の方は展望デッキへの入場券と身分証明書を持ってオペレーションセンターを訪れてください。バースデーカードをいただくことができます。Thank you.
2階には複数の飲食店をはじめ、イベント物販、お土産コーナーがあります。どちらかといえば外国人観光客に向けた日本のお土産を扱っているような感じですが、中には忍者プロショップなど面白いお店もあります。2階から外に出ることも可能で、屋外には東京タワーちびっこ水遊び広場があります。夏の暑い時期、思う存分に水遊びができる子供たちには嬉しいスペースです。無料で使える傘立てや、屋外には喫煙所もありますので、大人にも少しありがたいスペースですね。東京タワーから東京駅まで送迎してくれる無料のシャトルバスが出ているのですが、そのバス乗り場もここから出た駐車場の中にあります。東京タワースタジオと書かれた建物を正面に見ながら、左手の方にバス停はあります。
フットタウン3階にはタワーギャラリー、フードコート、レッド東京タワーがあり、オフィシャルショップも備えています。オフィシャルショップでは東京タワーに訪れた記念のお土産を売っていますが、展望デッキのチケットを購入されている方はメインデッキにもオフィシャルショップがあるので、ここで買わなくても大丈夫かと思います。フットタウンだけを目的に来訪された方はこちらで思い出のお土産を購入していってくださいね。4階、5階はレッド東京タワーのコンテンツエリア。屋上にはメインデッキまで歩いて登れる外階段の出入り口があるほか、屋外イベントが開催されることもあります。当客を真上に見上げることができる爽快なエリアです。今回はトップデッキツアーに申し込みをしており、専用のエレベーターでメインデッキ、トップデッキまで登ることになっていたため利用しませんでしたが、次回は階段でメインデッキまで行きたいと思います。少し大変のように感じますが、子供の足でも15分程度で登りきれるそうです。フットタウンエリアだけでも十分に一日中遊べてしまいそうなほど魅力満載の東京タワー。動画が長くなりそうですので、トップデッキ、メインデッキの様子とメインデッキ内で行われた季節のプロジェクションマッピング、天の川イルミネーションの様子は次回の動画でお届けいたします。展望デッキからの景色を存分にお楽しみください。この動画が気に入っていただけたら、チャンネル登録と高評価も忘れずにお願いいたします。